とうございます。おめでとうございます。いやー、優作ありがとうございます。今終わったばっかなんですけど、今日名古屋までお三方が来てくださってですね、応援してくれました。来るでしょ。もちろんもちろん。もうね、ずっともう心配したから、小馬関さん。もうここまで来れるかなって。そういう心配だったんですよ。緊張しすぎてね。いやー、すごかったわ、なんか。最初だけ、お母さんが来たんですけど、なんだこれ、ババアと思って。俺のお母さんのこと、ババア、ババアさん。ありがとうございます。これはこれ、勝利者とか。例のやつだ。トロフィーなんかうちないよ。やるでしょ、これ。最近全然触ってねえよ、トロフィー。すごいな。ググしかない、ググしか。ググしかいない、家に。青い酒ね。ガンプラ？ガンプラ、ググしかいない。あ、そうだ、すみません、ちょっと待ってだからね、今回、ちゃんと重い。重いんだ。スポンサーさんがね、あ、そうですね、いっぱいいっぱい。スポンサーさんの紹介。こうやって、ね、こちらに、ね、ついてくださる。すごい、神経衰弱しちゃ大変だ、これ。バレちゃうわ。ね、そうですね、よくわかんないけど。はい、ありがとうございます。今回、僕は、雷神初出場で、どうでした？緊張しました。そうですね。公式戦5年ぶりぐらいで緊張しましたけど、まあ、でも、本当ね、皆さんもそうですし、僕の格闘技仲間の人とかも本当すごく協力してくれて、万全で、ちょっとね、体調崩したりとかしたんですけど、本当今日の今日は万全だっていうふうに思えたんで、直前になってね、やっぱり 100% 仕上がったと思えたんで、それは本当皆さんの、まあ、視聴者さんも含めてですね、応援してくださってる皆様のおかげです。本当ありがとうございました。すごかったわ、じゃあ。5年ぶりですよ、実戦が。2人がでも涙ぐんでたよ。最後はちょっと泣いちゃいましたね。いや違う、この2人がね。ああ、この2人がね。本当ですか。結構前ちゃんとついたんだね。その稼いか。そうだからまあ、僕、皆さんは、関根さんはボディービルやって、ギーさんビジェンキやって、舞台は違いますけどね、みんなそれぞれ目標を持ってやっていますので、うん、僕は今日こうやっていい結果が出ましたけど、やっぱ残酷なもんで勝ち負けがありますから、そうっすね、うん、フィジークとかボディメイクの大会も順位がつくものですからね、うん、マジですごい、あんな高い膝蹴りが天井で行くかと思ったあれステージの場所だな、行くでしょうね、懐かしいけど、はい、あれが効いたんでしょうね、見たいっすね、で、どうなんすか、自分が覚えてるんですか、スローモーションになるんですか、よく言うスローにはなんないけど、だけど俺その目のパンチが効いて膝ね当たってないと思ったんですけど、でもおたけさんがなんか膝効いたよって言ったんで、ちょっとサガットっぽかったよね。そうっすね、サガットっぽかった。サガットサガットこんななってました。確かにこんななってました。結構フライング2でしたよね。結構飛んでた。左フックで締めた。最後パウンドパウンドなんだ。でもなんかでも面がね飛んでて止めてくんねえかなと思って一瞬レフリーに委ねたんですけど、なるほど、止めてくれなかったんで、まあ最後行くしかない。そうですね、はい、優しさ出てるね。まあ結構冷静だったんだと思う。目が飛んでたんだって。井上君がもう目が飛んでたと思う。嫌いのになりすぎた。そっち側俺の目が飛んでたんで。よかった、本当に傷一つなくね。そうですね、とりあえず、はい、終わりましたんで、はい、まあ今日はちょっとこれ一瞬で今東京に送ってあげてもらう感じなんで、うん、はい、ご報告動画となりますんでですね、はい、髪の色もね、大丈夫ですか、病気の色みたいになってないですか、大丈夫ですか。いいですよ、紫いいですよ。紫いいですよ。パルティで自分で染めたパルティのパッケージみたいな色が落ちてきちゃって、うん、はい、しばらくこれで見慣れないと思うんですけど、しばらくこれでお届けしますんで。いや、マジですごかった、うん、次もね、もし決まったら頑張りますんで、はい、うん、まあ、引き続きマッスルグループも頑張っていきますんで、はい、あと D さん、関根さん、元気さん来てくれたので心強かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。応援してくださった皆さんもありがとうございました。バイバイ。